土地取引の指標となる県の地価調査は7月1日時点の県内303地点を対象に実施されましたその結果、住宅地の平均価格は1平方メートルあたり26,300円で変動率は0.7%上がり、去年に続き上昇一方、商業地の平均価格は54,700円変動率は0.4%下がり 32年連続で下落しました今年も住宅市場は堅調に推移していてこちらの大分市中心部の住宅地が県内で最も高くなっています住宅地の最高価格は大分市金池南1丁目の15万9 0円この地点は7年連続で最高価格です商業地の最高価格は大分市東大道1丁目の 41万千円で8年続けて最高価格となりました商業地については、大分市や別府市で変動率の上昇が拡大していますが、県北、県南の市町村を中心に下落となっていて、県全体の変動率は当面、マイナスが続くと予想されています。